こんにちは、すみやです。今日は Acer Air Mini のビデオモードで月のズーム撮影と土星の撮影にチャレンジしましたので、そのお話です。昨日はたまたま9時か10時ぐらいから少し晴れてきたので、月と土星の撮影にチャレンジしてみました。使った機材は合計127ミリ、焦点距離1500ミリの MAC127 望遠鏡を使いました。そしてその後ろに ASI2600MC Pro APS-C サイズの冷却 CMOS カメラをつけて撮影しました。で、それをコントロールするのがここにある ASI Air Mini ですね。ASI Air のアプリの中にビデオモードっていうのがあって、そのビデオモードを使うと月とか土星とかをクローズアップしてビデオ撮影して、それは後でデータをこの本体にも保存できますが、私はここにある外付けの SSD メモリーに保存しています。で、昨日はちょっと保存できているかどうかまだ確認してないので、保存できていたらその月とか惑星のデータをもとに写真への切り出しをやってみたいなというふうに思っています。ビデオをスタックして高解像度の写真に転換してみたいなと思っています。で、Acer Air Mini はいつもはここにつけてないんですが、ちょっと見やすいようにするためにここにつけてみました。つけているウランジのですね、クリップホルダーですね。ここでパイプやなんかに固定するというものです。それからこれで方向を、切り替えられると。ね。こういうふうに360度切り替えができるという代物です。まあこれを使ってね、この三脚のところにいつもは Acer Air Mini をつけています。ここに三脚を挟んで固定するという感じですね。ちょっと一応つけとこうか。まあ三脚以外のこういうところにもつけられるので、まあどこでもつけられるって感じですね。こんな感じでつけられますね。で、薄曇りだったので土星はね、くっきりとは映らなかったんですけれども、MAC127 のこのピントリング、バーティノフマスクをつけて、撮影してピント合わせたつもりだったんですが、月でピントを調整してクレーターの形でね、調整した方がなんかピントが合ってたような感じですね。ベガでバーティノフマスクでピント合わせをしてみたんですが、その後動いたかどうかわかりませんが、いずれにしてもちょっとピントが少し甘いなって感じはしました。薄ごまだったので土星がもやっていたっていうこともあってね、くっきりとは映らなかったんですけれども、一応そんな感じで昨日は撮影をしてみました。後で7月2日の星空ライブダイジェストをご覧ください。
本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さよなら。えい、えい、えいと。